こんにちは、フルショ昌です。世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまって、20分喋って、 たりすることもたまにありますという気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです、えー、面白かったなと思ってもらえたらチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いしますはい、えー、今回はアンドレジットセマキモンを何十年ぶりかに再読したのでっていうことでそれの2回目でお話ししてみたいと思いますあのーまあ、前回はですね えー、狭き門というのはあ、アリサのお母さん、ジュシル・ビュコランが実はボードレールの死、植民地生まれの貴婦人に,に触発されて、えー、エジットがそれにこうとその存在の在り方を投影させた上で、なおかつ、まあ、奥さんとの実話の部分を、ねえー、ふんだんに盛り込みながらあ、アリサの内面の母親の血との戦い。 なんだっていうね自分勝手な孤理屈をたくさん <laughs> 言いましたけどどうなんですかねまあ、僕にとってはあれが真実ですみたいな感じなんですけど今日はですね、えー、狭き門の翻訳について話してみたいと思います、えー、実は狭き門でですね、えー、まあ、この本をずっと昔から持っていたんですけど、まあ、僕はあのジットの狭き門はもう一つ持って ていよしょこの本「世界文学全集」のこの本がね、えー、狭き門と田園交響曲交響楽家そしてあのモーリアックのテレーズ・デ・スケールとね、えー、も入っているとあのなぜかジッドとモーリアックはね世界文学全集になると。 大体一緒にされるというね、不思議な関係がありますね。まあ、テレーズ・デ・スケールが中辺で、狭き門も中辺で、ちょうどね、1冊のコンパクトにまとまる感じなんでしょうね。えー、しかし、一方で、ジッドの全称ね、こういうのも昔のがあってね、えー、これ、ジッドだけ、鳳凰の抜き穴とか、偽金作りとかね、まあ、いろいろあるんですが、ね、で僕はこう、1粒の麦、もし品バとか、 未完、えー、の告白とかね、まあ、いろいろ読みましたけど、えーまあ、なんでねいつも盲役と一緒にするんだろうなみたいなね感じがありますねはいそれで、えー、この狭き門の翻訳をした人は山内義雄さんと言いますこの人が、えー、1923年にこの狭き門の翻訳を日本で初めて「ジットの狭き門を翻訳して発表したんですねなんと1923年に発表した翻訳が こ,のまあ、これを僕が買ったのはです、ね、1978年か9年ぐらいなのでそれなりに古いんですけどそれにしても1923年に翻訳された本が、ねまあ、この、ね「ジ i t の本シリーズ、えー、僕の,あのネット仲間の夏目漱石チャンネルさんがこれで「知の家庭」を買ったらアマゾンで買うと2000円だったとこれなんかね「ねジ i t のこの模様のこの本たちはプレミアがついてるらしいんですね。 はい、なので、えー、普通に今でも山内義雄役狭き門っていうのがルフしてるんですけどなんと1923年ってことはですね、えー、その翻訳作業していた時は1922年ね1922年って言ったら今から 100年前ですね、今から100年前の日本語で、普通に今でも読めるんだっていうね、すごい翻訳ですね、この山内義雄さん。で、この山内義雄さんといえばですね、へっと、その1923年に翻訳したからって,言って、ちょっとね、調べたんですね、ウィキペディアです。はいでまあ、この方が山内義雄さんえ、1973年にお亡くなりになっておりまして、えー、50年。 ね、もう亡くなってからももう50年がね、えー、もう来年で50年という、ね、感じになるんですけど、えー、この人はまあフランス文学がとても好きで日本におけるジットブームの火付け役になったってね、えー、書いてそうだったんだなと思ったんですけどでもなんか知の果ては翻訳してなかったのかなとか思ったりしたんですけど、まあ、僕の個人的なね出会いは。 出会えばというか、1938年、地方家の人々第1部灰色のノートを翻訳したってね、白水社より。で、この白水社、地方家の人々っていうのは、高校の時にマルタン・デュワールの地方家の人々をですね僕は買ったんですけど、あ白水社だったなと思ってですね、えー、調べました。すると、アマゾンでですね今、売られてるんですけど、3570円、地方家の人々全5巻、えー、まさに僕はこれを持っていたんですねでこれはですね。 大きな一つのカバーに、えー、中にですね、こうやって5冊入ってるんですよ。で、今3570円でしたけど、僕が買った時はですね、1冊1000円、だからちょうど5000円、こんな感じで、えー、1冊1000円ですね、1冊1000円で、5000円でこうやって売られていたんですよ、地方家の人々。えあ これも山口義雄さんだったのねってね、えー、思ってですね、えー、感動したという個人的なあれがあります。まあ、この長い戦争と平和を尊敬してですね、トルステを尊敬して、僕はの息の長い長編小説を書くんだって決めてですね、マルタンディガールは地方家の一人と書いた。ねえー谷川俊太郎の ですかねえー、メゾン・ラフィットの夏を思い出すみたいな詩の一節があるんですけどメゾン・ラフィットというのはこの地方家の人々の中に出てくるまさにメゾン・ラフィットじゃないや美しい季節っていう章が、えー、2, 2つ章出るんです12とそこに美しい季節はメゾン・ラフィットの別荘で過ごしたあジャックがねジャックって主人公いるんですけどで、まあ、この出だしがねボジラ・ール町の角。 言ってね始まるんですよ、なぜか覚えてるんですけど、まあ、ジャックが家出したところから始まって、でこの中でねマルタン・デュガールがアンドレ・ジッドの「知の家庭」を長く引用して、ですねこんな素晴らしい文章はないってべた褒めして、そしてこの「地方家の人々」の中でべた褒めされたから、それから「知の家庭、ね」が、え、ね、ー、最初はあんまり売れてなくて、自費出版ぐらいしてね、ねな,なぜかジッドは控えめだったんですけど、爆発的に売れたというね、そんな、えー、2人のノーベル文学賞作家。まあ 友達でもあったんですけどね、そんな逸話があってですね、まあ、それを思い出して、あ山内よしさんって、地方家の人々のこの人だったんだってね、えー、感動しました。はい、で、まあ、この本を読みましたって、この間も言ったんですけど、まあ、実はですね、まあ、100年前、さすがにちょっと、実はちょっと読みにくくてですね、こっちの翻訳で、実はほとんど読んでですね、でも最初の50ページぐらいをこっちで読んで、こんなふうに線引ったり。 付箋とかつけてたから、今更こっちでそれをやり直すのもめんどくさいんでえ、こっちで読みながら、こっちでこっちに線引いて付線貼ったというね、実はそんなアクロバティックな読み方をしたという感じなんですね。 1923年って言ったら、あのー、日本で言えばこの場合はですね、11引くんですけど、大正12年、えあの大正に11足したら西暦になって、昭和に25足したら西暦になるっていうね、えーまあ、僕は生命保険会社にいたので、えー、僕が若い頃はね、大正生まれの人もたくさんいたんで、えー、何歳か計算するときにですね、年号、元号をまたぐから。えー 対象と言われたら11足してたま、まあなんか完全に余談になっていましたけどね、なので、1923年というのは大正12年ですね、えー、大正デモ,クデモクラシー、真った中、第一次世界大戦が終わって、ヨーロッパ諸国の経済が破綻していて、まあ日本、日本とアメリカの物資が、えー ものがねぼーっとヨーロッパに行ってまあアメリカも大経済成長したんですけど日本もねあの成金という言葉がこの頃できてね、えー、大経済成長した時期でしたはい、えー、そんなこうものの中では民主主義がまあ民主主義っていうのは当時大日本帝国憲法っていうのは主権は天皇だったので、えー、民主主義って言葉は 憲法違反になるんで民本主義という言葉をね吉野作造さんという人が唱えてね、ね、まあ、大正文化ってのはとてもこう絢爛豪華に発展していったわけなんですね、その大正文化の上り詰めた状態から昭和教皇と軍,軍事政権みたいな感じになっていくんでね、ね日本の20世紀は本当に激動の20世紀だったなって感じですよね。 えすっかり関係ない話をしていますが、でこの翻訳がね、まああの、当たり前ですけど、フランス語で読まないか、えー、まり、あ、英語で読んでも、うん、そんなに語力がないしみたいな感じで、ですね、えー、ちょっとね、このどれだけこう分かりにくいかっていうのを、ねえー、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、この出だしの頃あのアリさの手紙とかね、そういうのはまあまあ、 普通に翻訳したら普通にわかるんですけど、風景描写がね、やっぱりこうこれ山内良夫さんの若い頃の最初の仕事みたいな感じだっていうのもあって、筑後役みたいな感じになってですね、わかりにくいんですよ。例えばこっちの方で、ありさの家の描写があるんですけど、えーちょっとね、こんな風に、えー、翻訳されています。さししててて大きくくくももななまた取り立てて美いいというでもなく 他のノルマンディの庭に比べて格別目立つ何者かがあるというでもない庭の中に白い3階建てのビョコラン家の住居は他の18世紀の多くの別荘と似通った風情を見せていた東の方庭に向かっては二重ばかりの大きな窓が開いていたそして後ろの方にも同じだけの窓がある両側には一つも窓がない でねまあ、こんなふうに、えー、アリサの家の描写をするんですけどあ、これがね、ちょっと新しくなったらどんなふうに翻訳されたかっていうと、さほど広くも美しくもなく、ノルマンディ地方のどの庭とも大差のない庭の中に、ビョコラン家の白い3階建ての建物があったが、それはありふれた18世紀風の別荘である。二重ばかりの大きな窓が東側の庭の前面に向かって開かれており、裏側にも同じ数の窓があるのだけれども、 屋敷の両,両脇に窓はない。でねえー、実は今の描写をこっちの本で読んだときはね、全く風景が頭に浮かばなかったんですけど、こっちで今,今言ったような感じで読んだからねあ、なるほどってね、<laughs> いや分かったとっいうね、えー、それがどうしたみたいな感じですけど、えー、それからですね、アリサがジェロームに出した手紙がね、まあ分かるんですけど、なんかね、まあ、ニュアンスは変わらないんだけど、 なんかこうお面白いというか、まあ、こっちの山内義しさんの翻訳で、えー、アリサからジェロームへの手紙の一節をちょっと読んでみますね。これが一番おしまいの手紙。あまず山内義しさんの方ですね。これが一番おしまいの手紙。お帰りの日がまだよくお決まりでないにしても、そう遅くなることはないと思います。でもうお手紙をあげることもあります。フォングーズ・マールでお会いしたいと思っていましたが、 このごろ時効が悪くって大変寒く父はただ町へ帰ることばかり言っています。ジュリエットやロベールもいませんし、ゆっくりお宿ができるはずなのですがあなたにはフェリシーおばさまのところに泊まっていただいた方がいいと思います。おばさまもお宿をするのをきっとお,よこお喜びになりましょうしお会いする日が近づくにつれお待ちしている気持ちがなんだか心配になってきます。 というね、1923年、1922年の仕事だから、100年前の翻訳です。そしてこれをね、今言ったところを、この昭和の、まあ、これでもね、50年ぐらい前の翻訳かもしれないんですけど、こんな風になります。これが最後のお便りですわ。あなたのお帰りの日がまだはっきり決まってないとはいえ、そんなに遅くなるわけもないですから、私はもうお便りすることができないでしょう。あなたとの再会の場は、フォングズ・マールにしたかったのですけれど。 時効が悪くなって体操寒く父は町に戻る話ばかりしております。今はジュリエットもロベールもいないのですから私たちはわけなくお宿ができるのですけれどやはりあなたはフェリシーおばさまのところにお泊まりになった方がいいわ。おばさまもあなたを迎え入れることをお喜びになるでしょうしね。再会の日が近づくにつれて待ちわびている私の気持ちも不安になりなんだか怖いような気がいたします。 というふうになるのでね、あの全くこっちの方がわかりやすいですね,ねあの。そんなもんですね。今は公文社、光の文章の会社、公文社、公文社でしたよね、確かね。あの名作をねモダンな日本語で翻訳する文庫がありますね。ドステフスキーのカラマゾフの兄弟も <laughs> あれで。 なんかね、第2次カラマーゾフブームみたいな、第2次っていうかカラマーゾフブームになったような感じがありましたけど、僕はあの公文社でジャン・ジャック・ルソーの孤独の散歩者の無双という本を読んで、ですもともとは新潮文庫で読んで、何書いてるか半分ぐらいしか分からなかったんですけど、公文社で読んだら簡単に完璧に分かったという、ね、経験を持っているので、まあ、翻訳はすべてだなみたいな感じです。ただ、驚くべきことにあの、これは100年前の翻訳ですからね。で さっきちょっと読ませていただきましたけど、100年前の翻訳で全く今の日本語とこう言語感覚としたら何にもずれてないですよね。だからすごい仕事だなと思いました。で、まあ、立原道雄はこれよりちょっと後の昭和の初期の頃になるわけですけど、まあ、彼の詩なんかもね、現在の日本語とそんなに遜色はない。えーまあ、いそうですね、島崎藤村とかの日本語。 夏目漱石や森外とかの日本語は、やはり今の日本語とは明らかにちょっと違うと思いますよね。ところが、立原光蔵の詩や、この山内由緒さんの翻訳など、だから大正のね、第一次世界大戦が終わった後の大正文化というのはね、日本を、日本近代をーターボをかけてね発展させたんだろうなというふうに思いました。はい でちなみに、えー、小ネタですけどね、えー、もし第一次世界大戦が終わったあと、その成り金になるぐらいね、日本経済が勃興しなかったら、どうなってたかっていうと、ですね、日露戦争の負債のために、実はもう破産寸前だったんですね、いつ国が滅びるかみたいなことを言ってたんですけど、第一次世界大戦のにわか景気のために全部返済できた。<laughs> ようなこと、まあ、全部返済できたかどうか記憶にないんですけど、それでなんかね、もうその日露戦争の負債も、まあ、ほぼほぼメドがつくか、全部返済したかで、まあ、とにかくね、大正第一次世界大戦が終わった後、まあと、19年、19年にベルサイユ条約だったので、まあそれがだから11引いて、大正8年があ終戦条約ですね。えー、なので 大正8年から、まあ、大正15年、えー、大正15年って1週間ぐらいしかあなかったんだっけ、いやいや、昭和元年が1週間ぐらいか、まあ、そんなことで、ですね大正の7、8年間、大正の後半の7、8年間、えー、この狭き門の山内義雄さんの翻訳も含めて、日本文化ルネッサンスみたいなね、ルネッサンスとはちょっと違いますね、木興期みたいな感じだったんだなというふうに思いました。 はい。ということで、今日はジットの狭き門を中心にした山山話でした。はい。どうもありがとうございました。